どうも、おはこんばんにちは、ホビドバです。ピラーズ・オブ・エターニティ、プレイ再開していきたいと思います。さてと、あそこに明らかに罠っぽい何かがあるんだね、ここ。明らかにあれを押したらここ開きますよっていう仕掛けっぽいけど、多分押したら逆効果な気がするよ。ってことで、ちょっとこっちから先に探索しようか。しかし、このダンジョン、一体どこまで続いているのだろうか。はあ、なんか儀式会場的なところに着いたよ。スカルダルの子、スカルダルキング、オーイエー。ではしょうがないですね。ここはと、まず彼にスカルダルの子を担当していただいて、ドワーフさんでこっちで、すぐ追随できるようにエディールでこちらを攻撃してもらおう。でもちろんアロスさんにはこちらを攻撃だ。ゴー、こんな感じなんてなるだろう。大体予定通りの陣形。あ、やべ、ドワーフさんがやべえことになってるぞ。大丈夫なのか、これ。今回はあれか。魔法とか全力で使っていかないとダメなやつか。OK、わかった。防御があれか。彼は36か。ならこれなら当たりそう。これしよう。さてと、ちょっと今回はストップなど入れつついくよ。やべ、ドワーフさんのあれが間に合ってねえぞ。大丈夫なのか。レストアエンデュランス。ダメだ、ドワーフさんが耐えられなかった。先頭から離脱だ。やべえ、ドワーフさんが耐えられなかったら誰も耐えられねえよ。どうしよう、ほんとどうしよう。アーケンやつと魔法のエネルギーを打ち出し、対象に防御無視やダメージを与える。足止め効果もある。終わった終わった、デュランスハード。だよね。待て。ほんと、戦士が大量にいてよかった。エディール、こっち、ちょっと待って、アロスさん、ちょっとだし。ダメだ、アロスさん、なんで戦いを仕掛けているんだ、逃げろ。はい、オッケー、アロスさん、ナイス。これは大丈夫なのか。ちょっと全力で戦うか。ノックダウン、ノックダウンされた、ノックダウンされたよ。アロース、頑張るんだ、アロース。セカンドウィンドだ、アロース。ちょっと彼はもうないか。相変わらず彼にこれにして、とここはこれを彼に。ダメだな、間に合うか。よし、転ばせた、よかった。念のため、ここはセカンドウィンドウを使っておくか。体力59か、まだ使うのはもったいないかな。倒れたやつぶったたくっていうのはどうなんだろうなとはちょっと思うよ。でもただまあ、ドワーフさんも倒れててちょっと余裕ないからね。魔法出し惜しみしている場合ではないな。よし、なんとか倒すぞ。はあ、スカルダルキングは本当に強敵だった。予想外の攻撃力。んビルド取っとこう。なんかバッドステータスついてるね。胸部打撲か、そりゃダメだわな。カタラネザ、気力、攻撃速度ダウン。オッケー。もうまだなんとかなるレベル。おっと、意志の強化、知覚の強化。意志プラス1、知覚プラス1か。これ、ドワーフさんにつけるしかないんじゃない？意志マイナスされてるもんね、ドワーフさん。あと、意志のプラス1っていうのはカウントされるのかな？選択肢とかあるじゃないですか。あの時に石が何ポイント以上ないと使えないよみたいなのあるじゃないですか。あれにカウントされるのかね、ちょっと気になるな。あと取ってねえや、そりゃねえわな。では装備しようかと。どこだどこ、当たった。よし、こんな感じだ。ちょっとどころじゃないな、かなりかっこ悪いな。まあしょうがない。命中率、これ8だったのか。ラスティングビージル、巡礼者。オッケー。こんなものか。近く、意志はとうとう20と。
高いなぁ。キャラの周知は寿命の影響行為の妨害されやすさを決定する意思が高いキャラクターの周知は上司行為の妨害率に抵抗があると。うん、いい感じ。さてここまではいいんだけど、Keep an eye. 他には何もないのかな。いいですね。着実に魔法のアイテムなどを入手している感じ。あの下のレバーがね、ここのね、レバーがすごく気になるんだけど、なんだろうな、ほぼ確実に罠だと思うんですよ、俺はね。 What? よし、デュランス、すまない。お、大丈夫じゃないか、デュランス。驚かせないでくれよ。ここはね、前衛陣でちょっと戦闘を行かせよう。Remind me never to help kill my god again. これ明らかにやばいよね。I'll have this open in no time. 50スキルゼロ。オッケーオッケー。はい。アドラと。ちょっと待ってね、皆さん。これ明らかに触ったらダメだけど、なんか出たよ。さまよう亡霊、床の亡骸に近づくとそこから光が立ち上った。煙か霧のようなぼやけた視界の中に直立した人のわずかな像が結ばれた。しかしその瞬間、目の前の世界が傾いていく。まるで横滑りに体が傾き、新しい生を得たような感覚だった。あなたは飛ぶように階段を駆け下りている。下にはトーチの光が揺らめいている。あなたのあえぐような呼吸だけが耳に響く。混乱、そして間違えてローブを踏んだことであなたはつんのめった。だが誰かの手が伸び、あなたをつかみ上げると体勢を整えてくれた。同胞の神官があなたが寺院の底に着くまで笑って元気つけてくれていた。あなたは走り回り、寺院の最下層にある聖水槽を通り過ぎた。あなたがついていっているのは宝物庫へと続く細い広間へ向かう道を走るロープリーストの暗い影だ。あなたはトーチを持っている者を一人追い越した。トーチの険しい炎が照らし出したのは慣れ親しんだ者の顔だった。この時あなたの意識は時間認識がしっかり把握できるようにまでなっていた。あなたはこの寺院の底でウィルダンと交流したことを思い出す。その記憶では彼はあなたを一瞬見つめている。しかし実際の過去では別の誰かを見つめている。奴らが去ったらまた戻ってくる。ウィルダンはそう言っている。あなたは群衆に押され、その言葉も聞き取れなくなっていく。静かにしているんじゃないと逃げる機会もなくなってしまう。宝物庫の中で黄金のレリックだけが星のように輝いている。記憶がねじれ、あなたは解放された。そして別の記憶にまるで人形を投げつけるようにねじ込まれる。今度はあなたの周りにあるのは漆黒の闇だ。盲目になったかと感じたが、記憶がまるでクロークのようにあなたに定着していく。そうだ、ろうそくがすべて消えているだけだ。そして確信を持って理解した。誰も戻ってきていない。あなたの左側で鋭い音がした。濡れた喉を鳴らすような音、そしてかすれたすすり泣き。あなたの目は見えないため、どの同胞が死んだのか、体からどうして水が漏れる音がするのかわからない。そして右側からかすかに響く声が聞こえた。慣れ親しんだ祈りのリズムだ。だがその言葉を理解することはできない。あなたはあまりに疲れすぎていた。喉の渇きはまるで炎のようである。舌は喉で分厚く変化し、呼吸するためにあなたから力が奪われるようである。みんなが言った、すべての闇の終わりには光がもたらされると。だがこの闇は終わりそうにない。霊体があなたを解放し、あなたは現実へと戻った。視界はクリアとなり、あなたの周りの宝物庫が再び明らかになる。消えゆく霧のように漂う霊体から発せられる病的な光が辺りを照らす。あなた自身の感情に流されるように、その霊体から恐怖が波のように漂う。さてここか。イオタスだったらなんか選択できるものが多いみたいですね。何を恐れてる、お前はもう死んだな。気の毒に来世は平穏であることを祈っている。
霊体は消え失せていった。先ほどまでの恐怖と混乱は感じられないが、その魂はまだその場に残っている様子だった。どれだけお前が空中を見つめる姿を見ようと、ただ不気味なのかわらん。遺体を集める。あなたはプリーストの骨を見つけられるだけ見つけ集めた。かなりの重労働であり、精神的な負担も大きかったが、なんとかそれは回収することができた。パーティーが経験値665を取得と。こんなものか。ウェルダンの元へと戻る。これでとりあえずは終了なのか。さてと、ではね、こちらに来ていただいてと。さあ、生贄ブロック解除。よっしゃ。で、解除するとちなみにもらえるんだね。おっと、フレイルがありますね。しかも色違いだ。ファインドレイン。ドレイン、いいね。いいにはいいけど、誰に装備させよう。困ったな。早い、強打、命中率、ヒットへ変換。グレイズをヒットへ変換ってどういうことだ。ああ、そっか。ヒット率が上がるのね。OK。今のところは、取っておこう。いざという時は405か。かなりいい値で売れますね。I'm here. さてと、では上に登る階段が向こうの方にあるので、そちらですかね。ここか。ここ行ってみましょう。とりあえずここのクエストクリアなんですかね。しかしここで本当に一体何があったんでしょうね。誰かが裏切って殺しを行ったということのようなのですが、ここはこんなところに入り口があったのか。どうしようかな。ヨダさん、ろうそくの縁に足を踏み入れたとき、あなたは近くの壁からカタカタという音を聞いた。そして椅子の擦れる音もゆっくりと扉が開いていく。ああ、それで出られるようになったんだね。あなたが近づくと、ろうそくの炎がゆっくりと揺れた。祭壇の上に隙間があり、割れたガラスで囲まれている。おそらくかつてこの壁に鏡が飾られていたのであろう。 Candles are still burning. Not bad for a dead god. またろうそくが燃えているとはな。死んだ神を捧げるためには悪くないか。これは何のために。 Redemption. You got this whole right for when you come of age.They take you by the hand and you descend through the temple with your eyes covered, and that's supposed to be like a wicked life. They take you to that reflecting pool back there, and you're allowed to look at it so you can face your sins. Then, you come out into this room and they uncover your eyes again, and everyone's there to greet you, all your friends and family. It's like you've been redeemed. You light your candle, the candles are still burning. Not bad for a dead god.ろうそくを消すか。ろうそくを消すという選択肢は一応取りたくなかったですね。なんか神聖なもののようなので、ろうそくを消すのは。Nice to see those candles still burning. I figured they'd have gone out by now. そうですね、彼もろうそくが燃えているということに喜びを感じているので、まあ、消さない方がいいでしょうね。さて、入り口まで戻りましょう。よーし、といった感じでね、ウィルダンのところに戻ってきましたよ。ヘイレン、ウェルメット。ウィルダン、あんたが近づく不安げに笑った。最悪の展開を考えた。この腕も少し痛むしな。そして窓を。しばらく下にいたようだが、何が見つけたか、その目はずっと遺跡の奥を見つめていた。泣き殻の袋を渡す。ウィルダンの顔から血の毛が引っ触れて、あなたの手から泣き殻の袋を取った。見つけたんだな、これを。そして骨を見つめている。あなたはアイテムを失った。司祭の骨。これがお前の欲しかったものか。素早くなずく。もちろんだ、これはちょっと動揺しただけだ。彼らを見てな。かつては彼は顎を横に振った。かつては知り合いだったからな。さて、何か貴重な宝って意味だろう。何でも好きなものを持っていけ。私は何一ついらん。誰もレアドリックの民がイオダスへの信仰を失ってから誰も地下に行ってはいないからな。何を持っていったところで別れ奴はいまいよ。これは言うしかないだろう。お前は私が下で何を見たか知っているはずだ。そして彼が何を語ったかも。ウィルダン、抗議するかのように口を開いてが、あなたの表情を見て何も言えなかったようだ。
彼は不安げに言葉を飲み込むと目線を外した。その声はとても小さい。どうして分かったんだ。なぜ彼らを裏切ったんだ。お前を信用していたのに。あの場所は悪霊に見せてお前が殺した奴らな。こういう仕掛ける。お前に生きる資格はない。これですかね。ウィルドンは奇妙な苦しげなうめき声を立てた。裏切った。私は彼らの仲間だったことなど一度もない。滅ぼされし神の狂った信者だったことはな。もしこの町から彼らを追い出せることができていたら、私は。お前何も分かってない。私は彼らを助けようとしたんだ。本当だ。毎日一日も欠かさず私は寺院へ訪れ彼らに警告した。お前たちは火遊びをしている。レアドリック教の忍耐も永遠には続かないと。そしていつも彼らは私の警告を一緒に伏すだけだった。まるで私がデタラメを言ってるかのように、まるで助けようとする行為は何の代償もない行動だというように、私は彼らと一緒に捕らえられる危険もあったのだぞ。何があったんだ。レアドリックが全員を逮捕するよう命令したんだ。彼らを追い出し全員牢獄へ入れろと。だが彼らは言うことを聞かなかった。修道院長、奴は何かあれば生まれ変わると言っていた。何も恐れることなく。少なくとも私は彼らに隠れるよう説得したんだ。彼らにゴールドや古代のレリックがたくさん保管されている古い宝物庫があった。私はそこなら彼らが隠れられると思ったんだ。そして衛兵が去った時、ダイヤウッドを脱出するぐらいの金品を持ってアードウィルにでも帰ることができると思っていた。だが衛兵にプリーストはすでに逃げたと話した時、彼らは寺院の封鎖命令を出したんだ。私は中に入ることができなくなった。ウィルドンは顔を横に振る。頭をだね。私にできることは何もなかった。それで死んでしまったってことかな。エディールの目が開かれる。その目は彼を信じているようには見えない。何もできなかっただ。誰かに話すことはできただろう。町の連中をまとめて救助隊を編成することぐらいよ。もし俺が知ってりゃこの手で奴らを放り出してやったさ。彼らはこの穴に残された最後のまともな仲間だったからな。今残ってるのはお前みたいなクズどもだけだ。話すべきだったな。レアドリックに真実を伝えるべきだった。なぜ私を地下に送った。それはもしレアドリック卿が寺院の清掃を命じたとき、彼らの遺骨を見つけるのではと思ったからだ。そしたら私が嘘をついたことがバレてしまう。プリーストが逃げたという嘘を私は吊るされてしまうだろう。ウィルダンは肩を震わせる。レアドリックはあの時彼らを殺していたかどうかわからないが、おそらく投獄されていたと思う。いや、もしかしたら帝国に連行されていたかもしれない。そしたら私は平和の夜を過ごせていたのに。クズだな、こいつ。話した通りだ。事実は今話した通りだ。さあ、今度はお前の番だ。これからどうするか決めてくれ。償いをするにはまだ遅くない。本当にできるのか。もう長い時間があったと。私に何をしろと。骨を埋葬してやれ。やりをできるはずだ。彼らに安息の日々を与えてみせる。頑張って正しいことしてみる。見るよ。よかった。ありがとう。本当にチャンスをくれて絶対に無駄にしない。ならばいいんだよ。全く問題ない。クエストの経験値、総経験値か。あれ、これ実際はどんな割合でもらってるんだろう。みんなで、なんだろう、半分こしてるのかな。まだレベルアップしないですもんね。多分それだ。1300もらったのに彼がレベル上がってないですもんね。さて、こんな感じでね、とりあえずクエストは一旦クリアですよーと。いい感じ。しかし、本当にあの男女の探索もいいですね。楽しい。ただやっぱりここは罠の専門家とかが一人は欲しいところですかね。誰だこの人。その男に近づくと男の魂のエッセンスに封じ込めた行動をする歴史を感じた。過去からの声があなたを呼ぶ。魂に手を伸ばす。ここは飛ばすと。これだけか。普通に会話ができないや。よし、ここは一旦ね、ブラックハンマーによろう。大所帯になったな、本当にグループが。5人は多いよね。さてと、こんにちは。ちょっと売り物見せてくれないか。なんか新しい何かが追加されたかなとか思ったんだけど、特にそんなことはない。読み物系、本当どうしような。
装備こっち入れるか。ダメ？あ、ダメ。オッケー。んー、どうしようかな。いらないものをちょっと売りたいんだけれど、実はそんなにないんだよね。とりあえずこのままかな。これ売っていいのかどうかがよくわからないっていうのがあるんだよね。おいおいね、なんか物制作とかに使いそうな気はするよね。これあれかな、ただ単になんかこういうストーリーありますよーってことってだけかな。魂のエッセンスに触れられる人がたまにいますね。さてと、ではではでは、とりあえずはクエストはクリアと。次は一体何があるのだ。落ちた超停車カエドヌアへ行く、これがまあメインなんですけど、4日と20時間、この4日と20時間って何、終わるまでってこと。ああ、いつクリアしたか、やり始めたかってことね。オッケーオッケーオッケー。信号の中でマエワールのもとへエディールを連れていく。ちょっと待ってね、ブラックメイドウェイク、デュランスの思念、母の願い、シャウリップを排除すると。こちらがこの前ね途中だったので、先にこちらをやっていこうかなと思います。その後ね、おいおい他のクエストもこなしていこう。とりあえずはこの母の思いをやっていきましょう。経験値を早めにやるしかないだろう。そしてこの城塞というのがとても気になる。まだ持ってないんだけどね。さて今回は一旦ここまで。次回は一旦宿屋に泊まってからね再開したいと思います。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。